DD60 経験員の千鳥線の化製品、輸送列車神奈川臨海鉄道株式会社は、神奈川県川崎市と横浜市で、貨物鉄道の運輸営業を行う鉄道事業者。日本貨物鉄道などが出資する臨海鉄道会社の一つである。略称は、かなりん。本社は、川崎市川崎区にある。 川崎市の臨海部に設けられた東海道貨物線の塩浜三沢駅を拠点として沿線の企業の貨物輸送を行うために1963年に設立された。JR 貨物と沿線の自治体、企業などが出資する第三セクター方式の鉄道事業者を特に臨海鉄道といい、その臨海鉄道会社としては京洋臨海鉄道に次いで2番目に設立された。 ものである。川崎市にある千鳥線、浮島線では化製品、石油製品などの車扱い貨物を中心に、横浜市にある本木線では20フィート40フィート海上コンテナを中心に取り扱っている。1995年からは JR 武蔵野線梶ヶ谷貨物ターミナル駅から浮島線末広町駅まで川崎市の一般廃棄物輸送列車、 クリーン川崎号を運行している。かつては他に川崎市に水江線を持っていたが、接続する専用線がすべて廃止されたため、末期は実質的に非営業線となっていた。開業当初より自社線の運輸営業の他に JR 貨物の貨物駅などの現業機関の業務受託を行っており、これまでに川崎貨物駅、根岸駅、 浜川崎駅、梶ヶ谷貨物ターミナル駅、八王子総合鉄道部、横浜羽沢駅、相模貨物駅の構内入れ替え、また新鶴見信号場、新鶴見機関区、新鶴見機関区川崎発出、川崎車両所、川崎車両所潮浜発出で貨車の検査などの一部業務を、受託している。また、安全駅構内扱いのアメリカ海軍、鶴見所有施設から、 ハイジマ駅を経由して、アメリカ空軍横田基地への通称、ベータ輸送の、双方の駅から、関連施設までの一連の作業を受託して、行っている。鉄道業の他には、倉庫業や貸しビルなどの不動産賃貸業も行っている。また、グループ会社として、陸運業の神奈川臨海通運が存在する。本目線は、自社線のみで、 千鳥線、浮島線及び廃止された水江線とつながっておらず、行き来する場合は、JR 東日本の東海道貨物線、高島線、根岸線を介する必要がある。保有車両は、全車が、ディーゼル機関車で、開業以来すべて申請者で賄っている。2013年現在は2形式が在籍する。車体と色は、当初は、赤茶色をベースに、 クリーム色の太い横帯を配したものであった。1992年申請の DD5518 号機より、青地にクリーム色の新塗装を採用し、既存者については講述する。自社全権試工時に同じ塗装に改められ、旧塗装は2005年までに全廃された。DD60 型は、 それまでの DD55 型とはやや異なる塗装で登場し DD55 型も順次同様の塗装に改められている。廃車後、社外に譲渡されたディーゼル機関車は以下の通り、廃校になった中央鉄道学園で生体保存されていた国鉄 C56 形状機機関車の C56139 号機を1986年12月12日に 国鉄から購入し、横浜本木駅の機関車庫内で生態保存している。地元のボランティアによって清掃、整備が続けられ、美しい状態が保たれているという。非公開での保存だが、2013年5月26日の神奈川臨海鉄道創立50年イベントにおいて公開され、ディーゼル機関車による県引運転の際には、 煙の演出を行い、午前と午後の2回に分けて、横浜本木駅構内を往復運転した。本木線発出のものを含む、全ディーゼル機関車は、川崎間物駅構内に所在する、塩浜機関区に所属する。1998年より、機関車の全般検査の外注を廃止、軸内において施行している。それまで、全般検査業務は、 潮浜機関区近くに所在する森工業に委託していた。機関区敷地とは道路を挟んで隣接する立地であった、ものの線路は接続しておらず、入り出場時はクレーントレーラー等を使用した搬入で作業が行われていた。また、検査時に取り外したエンジン、輪軸等の主要機器、部品類の整備は引き続き外注を行っている。ありがとうございます。